今駐車場にいるのにびしゃびしゃになってるってこと、やばいな、風が。ちょっと身の危険を感じて車の中に戻りました。まあここ今いる場所自体は比較的安全な場所で、商業施設のね、立体駐車場4階にあるところなので大丈夫な場所ではあるんですけど、すごい一気に風とともに雨が、雷もちょっとこの10分ぐらいで近くに3発ぐらい落ちましたね。こんにちは、平山茂です。今日は7月12日月曜日でございます。現在時刻は3時20分ですね。いや、ちょっと今日はまたね、大雨に襲われております。ちょっと今までにないぐらい結構な雨と風と雷が襲いました。もう今ピークはね過ぎて、雷が通り過ぎていった向こうの方ではまだゴロゴロ言っております。危なかったですね、本当に。大丈夫でした。今回は今いる駐車場ではなくて、もうあらかじめ予測できたのでちょっと高いところに避難しました。いや、ちょっと避難してたんですけれども、ちょっとそれにしても大変でしたね。いや、ちょっとロト6はね、もう買った後だったんです。いやー、ちょっとびっくりした。はぁ、なんか疲れましたね。さあ、ロト6。今日は当てますから。ね、今日ロト6当てて、いっぱい配りたい。はぁ、では、結果発表いきましょうかね。結果発表いきます。発表今日どうしよう。大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。大丈夫。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。